はい、こんばんは、かっこいいギタリスト竹下敦です。最近ね、改めて気づいたことがあります。こちらにあるのはですね、足台と言います。どういうふうに使うかというとですね、ギターを弾くときに、このように開いて構えます。その時によくね、ギターを、ごめんね、こうやって足組んでね、こうやって弾いてる、スタイルの方いると思うんですが、これ正しくはですね、足台の上に、乗せまして、このように構えます。で、こちらの左足の方を自然に上に上げることで、体全体でね、女性を包み込むように、こうギターを包み込むように構えます。こうすることで、まず何がいいかと申しますと、横から見た時にね、このようになります。このようになります。ここに空間が生まれるんです。お腹とギターの間に。そうすることで、このギターの裏の板がですね、とてもよく響くようになります。実際にね、この2つの音色の違いをお腹につけた場合とね、やってみたいと思います。まずお腹につけてしまった場合、これがお腹につけた場合です。裏板を響かせなかった場合ね、こちらが裏板を響かせた場合です。音の違いが分からなかったという方は、視聴されている環境がもしかしたらちょっと、スマートフォンのね、小さなスピーカーで聴いているとか、そういう方かもしれないです。それはそれで構わないと思いますが、音楽を楽しむのであればよりいいね、ヘッドホンとか、あとこちらにあるようなね、Bluetooth のスピーカー何個購入されると、より一層ね、音楽楽しめるんじゃないかと思います。私が用意しているのは、音楽評論家の兼中島さんからいただいた Bluetooth のスピーカー、これ大変いい音がします。肝はね、飛行機モードで使うことですよ。はい、でこちらのこういうふうに構えると何がいいかと申しますと、発声がね、より豊かな声が出ます。やっぱり足を組んでしまうとお腹がよじれでしょ。あーって、あー、声が細くなるでしょ。こういうふうに構えると、あーあーあー、声が出しやすくなるんです。ですから、きちっと私もね、歌を歌って録音するときは、この足台を使って、この足台を使ってね、きちっとこのように構えて、基本的にこの、手話の、5/8と呼ばれるマイク1本で収録しています。で、楽器を、収録する、もしくはちょっと特殊な声をね、収録するときはこちらの手話の5/5を使っています。今、2本のマイクを使ってるんですが、すごくね、よくしてくださった、S 口義雄さんがね、もっと素晴らしいマイクを紹介してくださったんですが、これが今予算の関係で買えない。なんとかね、もっとよりいいマイクを入手してね、より音楽をお届けしたいと思います。今日はね、足台の重要性についてご説明いたしました。これ今金属製なんですが、本来は木製のものの方がいいです。体全体がね、もう楽器と一体化してるんで、身につけているもの、すべてが響きます。ですから当然、足台もね、床も
全てがね楽器の一部なんです。ですからこの足体非常に重要なんですが、今はこれ壊れるまで使いたいと思います。そして壊れてしまったら今度はね木製の足台作るか購入するか、したいと思っております。こちらの足台でだいたい2000円ぐらいから買えるかな。ぜひねアコースティックギターなんか弾かれる方でよく足組んでらっしゃる方いるんですが、これがあるだけで最初はかっこ悪く感じるかもしれないですけど、必ず、その方が、手もね痛めることなく、ギターをプレイすることができるんで購入することをお勧めします。購入するのはね、黒沢楽器さん、もしくは島村楽器さんねをお勧めします。とても店員の方がよくしてくれると思います。それではまたお会いしましょう。 See you soon です。